皆さんこんにちは、マーです。ハイブリッド、雑種とは違う種類を掛け合わせてできた生き物のこと。生物の進化においてこれまでハイブリッドはあまりいいものと考えられてきませんでした。なぜなら違う種類のペアから生まれたハイブリッドは繁殖能力が低く子孫を残すことが難しいと考えられてきたからです。しかし生物学の発展とともに実は様々な種類の動物がハイブリッドを作りながら進化をしてきたという新事実が判明。そして我らが緑石族サンゴもハイブリッドを作りながら進化をしてきたとされている動物の一例なんです。しかし以前の動画でもお話ししたようにインド太平洋海域から緑石族サンゴのハイブリッドが見つかったという例はほとんどなく、本当にハイブリッドを作りながら進化をしているのかという矛盾が生じているんです。ということで今日は緑石のハイブリッド形成の謎に迫っていきたいと思います。それでは行ってみよう。緑石族サンゴに含まれている全ての種類がハイブリッドを作るのかと言われると、実はねそうではないんですよ。種類によって相性のいいパートナーのような関係があり、この種類とこの種類は交雑するけど他の種類とは交雑しませんみたいなのがあります。今日注目するのはマオのサンゴラボでもおなじみの薄枝緑石とドーン緑石です。これが薄枝緑石、学名はアクロポーラテヌイス。薄枝緑石は褐色が強い他のサンゴとは違い、薄いグレーのような色が特徴。薄いグレーの他にもね、青や緑などの群体もいます。日本では種子島よりも南の海域で水深10メーター程度の浅い場所でたくさん生息しているおなじみのサンゴ。でも浅い場所だけにいるというわけではなくて、知り合いの話によるとね、水深40メーターほどの深い場所にもいるんだとか。薄枝緑石は見分けるのが比較的簡単ということもあり、多くの研究者がこの種を使って研究を行っています。そしてこちらがドーン緑石、学名はアクロポーラドネイ。群体全体で見ると青っぽい紫っぽいような色をしています。先ほどの薄枝緑石は枝がまっすぐ綺麗に伸びていましたが、ドーン緑石はね結構枝が曲がりくねったように成長している群体を見かけます。瀬底島周辺では薄枝緑石に比べるとドーン緑石の方がやや生息数が少ない印象。ドーン緑石も水深が10メーターよりも浅い場所で生息しているサンゴです。薄枝緑石とドーン緑石にはある共通点があるんです。サンゴの産卵といえば夏の風物詩ともいえるイベント。沖縄では5月から6月の満月付近の夜、さまざまな種が一斉に産卵をします。その光景はまるで宇宙にいるような感覚になるんだとか。私はねサンゴの研究をして今年で7年目になるんですけど、実はねまだ1回もサンゴの産卵を海で見たことがないんですよ。なんでかっていうと、私もサンゴの産卵実験をするので、サンゴの産卵があった日はもう研究所内でずっと実験をしてるからです。今年の夏こそはね海にサンゴの産卵を見に行きたいなと心から思ってます。夜の22時から23時頃に最も多くの種類が産卵をし、これがいわゆるね一斉産卵と呼ばれているイベントです。でも実は一斉産卵の時間よりも早く産卵するマイノリティもいるんですよ。その代表が薄枝緑石とドーン緑石。ちなみに恋ぼ緑石やヤング緑石という種類も早番組です。薄枝緑石とドーン緑石は産卵時間がほとんど同じで、19時から19時半頃、同じ場所に生息していた薄枝緑石とドーン緑石が同じ時間に産卵をしたとします。緑石は卵と精子を放出する産卵方法なので、海中には薄枝緑石とドーン緑石の卵と精子が混ぜこぜにある状態。つまり薄枝緑石とドーン緑石の交雑が非常に起きやすい環境であると言えるのです。実際これまでに行われた研究で人工授精実験を行ったところ、薄枝緑石とドーン緑石が交雑をしたという結果が報告されています。ここまで条件が揃っているなら、薄枝緑石とドーン緑石のハイブリッドがそこかしこにいてもおかしくなさそうですよね。しかしこれが緑石のパラドックス。薄枝緑石とドーン緑石のハイブリッドが見つかったという報告はないんですよ。
では自然界では一体どういうことが起きているのか気になりますよね。ある論文で薄枝緑石と銅緑石のハイブリッド形成について調査が行われました。調査地点は沖縄県の赤島、沖縄本島の瀬底島と奥です。それぞれの地点から採集した薄枝緑石と銅緑石を使って人工授精実験を行ったところ、そこまで受精率は高くないものの確かに交雑をするということが分かりました。そこでより自然界と似た状況を作り出すべく、同種と別種の2つの精子を同時に卵に混ぜるという実験もね行われたんですよ。どういうことかというと、例えば薄枝の卵に対して薄枝の精子と銅の精子を一緒に混ぜてみたということ、するとどういうわけか卵は同種の精子と受精したという結果が得られたのです。つまり薄枝緑石と銅緑石はお互いに交雑することができるものの、近くに同種の精子がいれば卵は同種の精子を選んで受精しているということ。実はこの卵と精子が同種を選んで受精をするという結果は薄枝緑石と銅緑石以外の緑石でも確認されているんです。これらの結果から薄枝緑石と銅緑石は交雑をする可能性があるものの、卵が同種の精子を選んで受精をしているため自然界ではほとんど交雑をしていないのではないかという結論が導かれたんです。卵と精子が同種を好んで受精をするという事実は薄枝緑石や銅緑石以外でも確認をされているんですが、なぜそのようなことが起きているのかについてはまだ詳細が明らかになっていません。ちなみに今紹介した論文は私が所属する研究室の先生と先輩によって行われたものなんです。当時ね、私はまだ大学院に進学をしていなかったのでこの研究自体には関わっていないんですけど、この論文を読んで緑石がハイブリッドではなく同種の子孫を残していこうと工夫しているんだとすごく面白いなと思ったのを覚えています。薄枝緑石や銅緑石の他にも交雑をすると言われている種類がいます。例えばサボテン緑石とトゲスギ緑石、花鉢緑石とクシハダ緑石など、花鉢緑石とクシハダ緑石に関してはね、今まさに研究が進んでいるところで、本当にねハイブリッドを作っているかっていうのは今後ね論文が発表されるのが楽しみというところです。サボテン緑石とトゲスギ緑石に関しては今はもうなくなってしまったんですけど、赤島にあった臨海実験所でね実際にハイブリッドが作られ飼育されていたんです。人工的に作ったハイブリッドをなんと7年間も育て上げ産卵まで観察されています。サボテン緑石はポリプが大きくボツボツしたような形が特徴的、対してトゲスギ緑石は枝状のサンゴ、そして掛け合わされてできたハイブリッドはまさに2種の間のような形をしていたんです。やっぱりハイブリッドは2種類の特徴が合わさったような形になるんですよね。なのでもしね薄枝緑石と銅緑石の間のような形をしているサンゴを見つけたら、それはね幻のハイブリッドかもしれないんですよ。今までお伝えしてきたように緑石はねハイブリッドを作れるという証拠や条件が揃っているのにもかかわらず自然界からほとんど見つかっていないというパラドックスを抱えています。そのためサンゴ研究者の間では緑石はハイブリッドを作っている、だからこんなにも種類が豊富で形も様々なんだと主張する派と、緑石はハイブリッドを作っていない、緑石は私たちが想像していたよりもはるかに種類が豊富で形も多様なんだと主張する派にね分かれているんですよ。まあ私的にはね、確かに緑石でハイブリッドはほとんど作られていないだろうけど必ずしもゼロではないと思っています。なので私もいつかねインド太平洋からサンゴの天然ハイブリッドを見つけたいなーなんて思ってます。今日はねかなりマニアックな話になっちゃいました。今日の話ってまさにね私の研究テーマにめちゃくちゃ関係してるんですよ。緑石がどうやって進化をしてきたのか、どうやって種の多様性を獲得してきたのか、すごく気になりませんか。交雑できる条件が揃っているのにハイブリッドは見つかっていないというパラドックスの謎を解き明かすべく、私も研究を精進していきたいと思います。本日も最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。今日の動画でへーと思ったそこのあなた、ぜひグッドボタンをよろしくお願いします。そしてまだチャンネル登録をしていない方、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。ヘド岬近くの奥という場所で調査に行った帰りでした。私の目の前に数匹の少し大きめな魚の群れが突如現れたんです。
私が少し近寄っても逃げる様子はありませんでした。が、右を向いたと思えば左を向いて、また右、左、右、左って一生繰り返してたんですよね。皆さん、これが右往左往です。群れをなしている魚を見るとね、いつも不思議に思うことがあるんですよ。どうやってこんな綺麗にみんな同じ方向を一緒に向けるんだろう。日本体育大学の集団行動もこんなに早く切り替えられないんじゃないですかね。なんだか食べたら美味しそうなお魚、もし知っている方いたらぜひ教えてくださいね。